年から2006年、週刊ヤングマガジンにて、女王様が死んじゃった、連載。2006年から2008年、週刊ヤングマガジンにて、カテキン、連載。2009年、月刊ヤングマガジンにて、ヌード、AV 女優みひろ誕生物語、連載。2012年から2016年、漫画アクションにて、富士山は思春期、連載。2016年から2018年、ビッグコミックスピリッツにて、猫のお寺のチオンさん、連載。2019年から、ビッグコミックスピリッツにて、君は放課後インソムニア連載中です。読み切り作品パクパクマン、マルショクパクリ、0214、ドングリ、大型少女、露出的な彼女、落ち穂途中、ツーファクトリー、世紀末シンドローム、私の本棚、初めての人、アンソロジー作品アイアムヒーロー公式アンソロジーコミック。以上はオジロマコト先生の主な作品になります。